アメリカ合衆国とソビエト連邦の間の海上国境に関する協定は1990年6月1日にアメリカ合衆国とソビエト連邦との間で調印された両国の国境に関する協定である。アメリカ合衆国上院は1991年9月16日に承認したがソビエト連邦側では未だに議会会員の承認が得られていない。しかし、 事実上の米露国境はこの協定に従って設定されている。この協定は1867年3月18日、3月30日にロシア帝国とアメリカ合衆国との間で結ばれたアラスカ購入に関する条約で規定された国境を再確認するものである。この協定に署名したソ連外相エドアルド・シェワルナゼとアメリカ国務長官ジェームズ・ベイカーにちなんで この海上国境線をベーカーシェワルナゼ線、この協定をベーカーシェワルナゼ協定とも言う。海上国境は北緯65度30分整形168度58分37秒の地点からベーリング海峡と畜地海を通って北極海に至るまで整形168度58分37秒に沿って国際法の下で許される限り北に伸びている。また、 同じ地点から南西方向に向かって指定された87カ所の座標を即地線で結んだものとして設定されている。この国境線の東側でアメリカの沿岸から200海里を超え、ソ連の沿岸から200海里以内の海域を東側特別区域とし、国際法の下でソ連が排他的経済水域として行使できる権利をアメリカに譲る。 国境線の西側についても西側特別区域としてその逆の規定を設けている。アメリカ合衆国がロシア帝国からアラスカを購入したことにより両国間に海上国境が設定された。買収条約ではダイオミード諸島より北については2つの島の中間点を通る経線と厳密に規定されていたがそれより南については 当時国家の海洋権益が3海里以内に制限されていたため、ベーリング海を国境とするとのみ規定されていた。1982年に採択された海洋法に関する国際連合条約で200回りの排他的経済水域が導入されたことにより、両国の排他的経済水域が接することになり、国境問題が急務となった。また、境界線は、 地図上の直線であることを意図していたが、メルカトル図法と東角写像のどちらの地図投影を使用するかについては合意していなかった。この結果、約1万5000平方海里の国境紛争区域が発生した。1990年の協定では、両国の200海里線の間の差を分割し、200海里以内で国境線を越えた区域は相手に権利を譲る。 特別区域を導入した。ベイリング海の国境紛争地域の大部分はアメリカに帰属することで合意された。アメリカ議会はすぐにこの協定を批准したが、ソ連最高会議は1991年末の崩壊までに批准しなかった。ロシア国内では、ゴルバチョフとシェワルナズが合意を急ぎ、ロシアの漁業権などの海洋権益を譲ったことを批判し、最高賞が主張されている。 アメリカは1990年の協定が確かに両国の海洋国境であるという一般国家実行の証拠を積み上げるために協定で規定された国境を侵犯するロシア漁船に対する取り締まりを続けている。ありがとうございます。